バーティカルタンク VT は二足歩行の人型兵器。あなたはこの兵器に乗り込み軍事作戦に参加する。任務は巨大な人工島で勃発したクーデターの鎮圧、市街地、山岳地帯などさまざまなステージで与えられた任務を成功させるミッションクリア型ゲーム。それが鉄器。そしてこれがその操縦を行う巨大専用コントローラー。なんとその幅80センチ、リアル感いっぱいの操縦が楽しめる。まず VT の起動準備。コックピットハッチをクローズ。イグニッションオン。各トグルスイッチ起動。スタートスイッチオン。これで VT の起動が完了となる。専用コントローラーにはアクセル、ブレーキ、スライドステップのペダルブロックがあり、スライドステップはローテーションレバーとの併用で敵の攻撃を回避できる。基本操作はアクセルオンで前進、ローテーションレバーで左右旋回、サイトチェンジでカメラ視点の変更を行う。その他主な機能としてメインモニターのズームイン、ズームアウト、照準自動追尾、メインウェポントリガーとサブウェポントリガー、ウォッシング、ナイトスコープ、更新用チューナーダイヤル。ワゴンマスターへ、こちらオスカー3、応答願います。こちらワゴンマスター。そして戦闘不能時の緊急脱出機能などが装備されている。